セントアイブスの浜辺に立つ、テイトセントアイブステイトセントアイブスから見た、セントアイブスの街並みテイトセントアイブスは、イギリス西南部コーンウォール半島のリゾート地、港町であるセントアイブスに位置する国立の近現代美術館。テイトブリテン、テイトモダン、テイトリバプールなどとともに、国立美術館ネットワーク、テイトの一部を成している。1993年に開設され、 20世紀初頭に、この地で制作したバーバラ・ヘップ・アース、ベン・ニコルソンなど、セント・アイブス派による、イギリス近代美術の作品を中心に展示している。イギリスでもサーフィンができる数少ないビーチとして、有名なポースモアの浜辺に立つ、白アの円形の建物は、エルドリッジ・エヴァンズとデイビッド・シャルフの設計による、街の円に位置し、胸を打つような浜辺と街の眺めを見渡すことができる。 近隣のバーバラヘップワースのアトリエや美術館、彫刻庭園もテートが以前から管理しているが、これが園でテート文館が立つことになった。この文館の主な目的はヘップワース以外のセントアイブス派も広く展示することや、町おこしへの協力などである。周囲は民間のギャラリーやアート雑貨店などが多く集まっている。2000年代に入りテートセントアイブスには、 さらなる拡張計画がある。完成すればより良い美術教育スペースが整えられ、大型のアートワークやインスタレーションの展示ができるようになる。セントアイブスはイギリスの他の地方より横が明るくて温暖で、19世紀には鉄道が伸びてリゾートとして開け始めた。この頃、セントアイブスには美術学校もでき美術家が集まり始めている。1920年、 陶芸家、バーナード・リーチは、浜田商事と共に、日本からイギリスへ移り、セント・アイブスに、日本式の上り釜、リーチ・ポタリーを開設した。リーチと、浜田は、東洋の陶磁器に影響を受けた、作品制作や、スリップウェアなど工業化以前のイギリス民間陶器の再発見をしたが、これは、セント・アイブスと、国際的な20世紀美術との最初のつながりになった。 1928年、アルフレッド・ウォリス、ベン・ニコルソン、クリストファー・ウッドという3人の芸術家が話し合い、コーンウォール北海岸のリゾート、セント・アイブスに芸術家のコロニーを作り始めた。1939年の第二次、世界大戦勃発とともに、ベン・ニコルソンとその妻で彫刻家のバーバラ・ヘップワースが、この地に今日構え、ナチスの迫害から逃れ、 イギリスに逃げてきたナウム・ガボも友人である彼らの後を追って移転してきた。彼らによって、ロンドンから遠く離れたコーンウォールの生誕に、国際的なモダニズム芸術や前衛芸術、中小芸術のイギリスにおける前哨が確立した。戦後、ナウム・ガボはアメリカに渡ったが、新しい世代の芸術家が多く移ってくる。ピーター・ラニオン、ジョン・ウェルズ、ロジャー・ヒルトン、ブライアン・ウィンター、 パトリック・ヘロン、テリー・フロスト、ミル・ヘルミナ・ワンズ・グレアムといった人々であり、大西洋の対岸のアメリカで起こった、抽象表現主義と交流しながら、抽象絵画の運動を起こしていった。こうしたセント・アイブス派の抽象画は、国際的、普遍的なモダニズムを標榜する一方、コーンウォールの水平線や横行、交流とした丘などのイメージや、風土性も反映している。 バーバラ・ヘップワースのアトリエと彫刻作品を置いた庭園は現在公開され、テートによって管理運営されている。テートセント・アイブスはイギリス美術の中心地であった、この地に関わった画家の作品や足跡を保存、研究する一方、今活躍している芸術家の新作展も企画して観光客や住民に刺激を与えている。ありがとうございます。